河本康生は毎日放送所属のアナウンサー。JNN、JRN 加盟局の優秀なアナウンサーを表彰するアノンシスト賞で2018年度にラジオスポーツ実況部門の最優秀賞を受賞している。兵庫県神戸市の出身で身長180センチメートル。実家では蕎麦屋を営んでいた。 関西学院大学総合政策学部の学生時代にはフィリピンに住宅を建設するボランティア活動に携わっていた。大学卒業後の2007年に毎日放送へ入社した。同期のアナウンサーに鈴木健太と吉武氏がいる。趣味はスキー、旅行、ドライブ。入社1年目から MBS テレビのニュース番組ボイスのフィールドキャスターを務める傍ら。 競馬実況を修行。2年目の秋から MBS ラジオの競馬中継で実況陣に加わった。また、阪神、淡路大震災の発生当時に神戸市で生活していたことから MBS ラジオの防災情報番組ネットワーク1.17のキャスターを瀬尾和夫から引き継いだ。2011年からは先輩アナウンサー、上泉雄一の公認で、 MBS ラジオ代表として、AM ラジオ災害問題協議会のキャンペーンに参加。ネットワーク1.17と同じ、ラジオ報道部制作の報道、情報番組でも、取材リポーターやニュースキャスターを務めていた。2016年4月から2019年3月までは、競馬実況アナウンサーとして活動する傍ら、チチンプイプイで、 週の前半に生中継リポートを随時担当していた。ありがとうございます。